はい、どうも山コフです。本日は銀座に来ております。銀座の回転富山寿司さんに来てますね。こちらはね、富山だと知らない人はいないぐらいの超有名店になりますね。こちらで超コスパが良い食べ放題をやってるっていうところで、たくさん食べていきたいと思います。で、本日はスペシャルゲストにお越しいただいております。お邪魔します。はい、準レギュラーの CK さんです。こんにちは。いつもありがとうございます。ちょっと2人でね、番組をしていきたいと思うんで、行っていきたいと思います。はい、入店しました。めっちゃ綺麗ですね、店内。綺麗ですね。今回もね、食べ放題やっていきたいと思います。この定番のメニューと本日の握りっていうところで、めちゃくちゃいっぱいありますね。なかなか東京じゃ見ないようなのもあるんで、ちょっと楽しんでいきたいと思います。二人で爆食いしていきたいと思います。はい、到着しました。のどぐろ炙りと生サバと富山味とイワシですね。めっちゃうまそうっすね。あ、ミリとつぶ貝とホタテとダルマイカですね。で、次にキフライと白エビですね。めっちゃこれうまいらしいんで食べていきたいと思います。会計はしようと。ホタテで会計。ホタテも甘くてうまいっすね。うん、つぶ貝ブリ、ね、ブリうまいです。うまいです。最高にうまいですよ。次にね、シダエビとキフライ。これ超有名らしいですね。うまそう。いただきます。めちゃくちゃうまいです。これ無限にいけますね。最高です。本当無限に食えますね。これめっちゃうまいですよ。ちょっとカキフライもね、ビューティフルですね。これめっちゃ肉厚でうまいですね。美味しいです。次にね、生そばですよ。新鮮じゃないと食べらんないですよね。うまいっすね、やっぱ。周りも昆布が入ってますね。うまいっす。はい、追加注文しました。軍艦攻めしました。まずビューティフルですね。昆布がね、富山有名だっていうんでね、この昆布の軍艦っていうのはもうここじゃないと食べられないかなって感じですよね。アジ、アジ本当うまいっすね。うまい。起きたらアジだけでもいいかもしれない。うん、生エビたたき覚えてる。うん、エビ甘っ。生エビうまいっすね。富山白エビ軍艦。これうまいっすね。白エビがめちゃくちゃうまいっすね。カニ味噌黒い。うまっ。これもビューティフルっすよね。マジ美味しそうっすよ。カニ美味しいっすね。はい、追加注文しました。マアジと富山アジ昆布と地魚なめろうと中トロです。まだまだ今日はいけるんで、ガンガンいきたいと思います。僕やっぱアジが超好きなんですよね。アジってうまいっすよね。で、特にここの富山寿司さんのアジ抜群にうまいっすね。美味しいですね。極厚。いいこと言いますね。その前にね、ちょっとね、中トロからちょっと休憩で食べたいと思います。うまいっすね。マグロも最高です。あ、うまっ。とろけるわ、この中トロ。これ食べ放題なのやばいっすね。次ね、なめろう。これもうまそうっすよ。うまっ。茶漬けにしてもいいレベルのうまさっすね。最高っす。やっぱ富山寿司さんはやっぱアジほんとうまいっすね。この富山アジ昆布がすげえうまいんすよね。ちゃんと飾り切りしてありますし。うまい。超肉厚なんですよ、本当。こればっか食べられたらお店潰れちゃうんじゃないですかね。心配になります。うまいっすね。じゃあアジラストいただきます。
うん、味最高でした。じゃあちょっとあまりの先ほど食べた美味しさに感動してしまったんで、ちょっとカキフライ追加で3つ頼んじゃいました。寿司屋で揚げ物食べるっていいっすよ。わかります、寿司屋さん。このカキフライめっちゃうまいっすよ、本当。うん、肉厚でうまい。いや、ほんとこのカキフライ、カキフライ専門店とかで出してもカキフライより美味しいです、ね。ほんと肉厚なんですよね。カキフライってすっごくつかないじゃないですか。これめちゃくちゃ全部に詰まってます。例えで言うなら、高校時代に母ちゃんが握ったおにぎり。でかいですよ。でかくてギンギンに詰まってる。うまい。はい、注文しました。煮アナゴと牛とエビの味噌汁ですね。うお、エビちゃんと入ってますよ。うまそうですね。いただきます。じゃあちょっとアナゴいただきます。僕ね、アナゴ大好きなんで。うお、見てください、めっちゃうまそうです。いただきます。ん、うまお、めっちゃうまっぽい。めちゃくちゃ美味しいです。うん、うわー、こういうのってもうチューチューするのがうまいですよね。あ、うまっ、これうまい、うまっ。何を頭チューチューするのが一番うまいんですよ。うん、うん、あ、うまっ。ネギがいいっすね、刻んでないっすね。疲れてた胃が回復しますね、これ。うん、完食でいいです。注文しました。富山白エビ軍艦とカニミイクラ軍艦ですね。これもめちゃくちゃうまかったんだよね。この昆布で巻いてんのってビューティフルですよね。カニミからいってみて、これとろろ昆布みたいに飲んですよね。そうですよね。これめっちゃうまそう。うん、あー、うまいっすね。さっきのとびっことかカニ味噌もうまかったですけど、イクラも別ですね。うん、白エビ軍艦ですね。甘い。じゃあね、味。うん、うわ、めっちゃ肉厚。うん、アナゴ。うん、やっぱアナゴめっちゃうまいっすね。僕死んだらいつも絶対アナゴって食べてるんで。じゃあ、お寿司最後いただきます。はい、最後デザートもね、食べ放題なんで、こちら食べて終了したいと思います。バニラアイスのマンゴー乗せとわらび餅ですね。デザートもすごいな、買ってますよね。マンゴーまで乗っちゃってますね、おいしい。うん、おいしい。これ食べ放題って結構贅沢ですよね。いや、美味しいわ。わらび餅いただきます。うん、しげさん、わらび餅めちゃくちゃうまいし。気づいたんですけど、このわらび餅をアイスで一歩刺して、あ、うん、すごい、レボリューション聞いてました。じゃあ最後にいただきます。うん、最後に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ食いましたね。美味しかった。いや、本当美味しかったですよね。アジとか超うまくなかったっすか。アジめちゃくちゃうまくてびっくりしました。肉厚でしたね。あとこれとろろ軍艦みたいな、これはほんと絶品でしたね。コスパもいいっすよね、すごい。4950円で全部食べ放題じゃないですか。普通に来るよりも絶対安いと思いますよね。そうだ。いやー、ほんと大満足でした。ごちそうさまです。はい、今回とかね、 CK さんと撮りましたけど、もっと CK さんのこと知りたいようですとかもっと食べてるの見たいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。それではごちそうさまでした。じゃあ、ありがとうございました。終わり。